なんだ、私たちの体が光ってる。帰る時がやってきたんだね。そっか、リーンバウムに帰っちゃうんだよな。悲しいけど笑顔で送り出してあげよう。当たり前だろ。ラージュ、アメ、二人が消えなくて本当に良かったよ。これもイストのおかげだね。いや、この世界の管理者である私もまだこの世界の一部なんだよ。例外じゃないんだ。イリデルシアが消滅すれば私もまた力の全てを失って消滅してしまう。え？だからイリデルシアの死とともに私たちは消滅する。まさか二人ともそれを承知で。黙っててごめん。みんなを悲しませたくなくてごめんね。これは私たち三人で決めたことなんだ。そんなの聞いてないよ。私何にも聞いてない。どうして言ってくれなかったんだ。俺たち仲間じゃなかったのか。仲間さ、これからもずっとね。魂に深く刻まれた思いは決して消えないでしょ。ありがとう。本当に君たちと出会えてよかった。俺だって絶対に忘れるもんか。ありがとう、ありがとう、ありがとう。どうして俺まだ生きてるのか。ここはフィルージャ。この草の香りや風の感触、本物なのか。本当だ、俺生きてるんだ。やった、やったぞ。でも他のみんなは。アム、イースト、返事をしてくれ。そんな、人の気配がしない。消えなかったのは俺だけなのか。でもどうして俺だけが消えてないんだ。本当ならこの世界と一緒に俺も消えるはずじゃ。そういうことか。リーンバウムに住む人々の記憶の断片から生まれた俺は、世界が元に戻れば消えるはずだった。でも今の俺を形作っているのはもうそれだけじゃなかったんだ。マグナや、みんなの記憶が、みんながこの世界で経験した思い出が、みんなの中に記憶として残ってくれていたから、俺は言えずに済んだんだ。魂に刻まれた思いは決して消えない。そういうことかよ。俺は一人になっちゃったけど、みんなとの約束が守れてよかったよ。俺のことを思い出せないとしても、もし心の片隅に思いが残っているのなら心配しなくていいぜ。俺はここでこうやって生きているから。みんなの思いからできたこの世界で俺は懸命に生き続けるよ。そしてまたいつか会えるって信じてる。俺たちの絆は永遠だ。そうだろう。みんな、それまで元気で。またな。